どうも、投資家の村松です。えー、本日は、えー、バイナイオプションに関するネタとなっております。えー、皆さんに、ね、バイナイオプションで取引をしていく際に、まあ、テクニカル分析というものを使っていると思うんですけれど、その中でも、あの、インジケーターを主に使っている方というのは、えー、結構多いと思うんですね。ただ、そのトレンド系だったり、オシレーター系だったりは使っているけれども、えー、このボリューム系インジケーターというものは初耳だよという方も多いと思いますので、えー、今回の動画ではそちらについて徹底解説をしていきたいと思います。 えまず、市場でのボリュームを分析するのに用いられるボリューム系というインジケーターなんですけれど、まあ、そのテクニカル分析で使うインジケーターとしてはまあトレンド系とかオシエーター系先ほど言ったものが多くて、えー、それをね併用しているという方も中にいるかなと思うんですけれどボリューム系インジケーター聞いたことはあるけど使ったことはないという方も多いと思うんですが、えー、そもそもボリュームっていうのはどういうものかというと、まあ、簡単に言えば為替市場で売買が行われた量のことです。 取引回数だったりとか値動きの回数とかその値動きというものを測る指標となっております、まあ、このボリューム系のインジケーターなんですけれどハイローにおいては非常に、ねまあ、弱点となってしまっているこの同値負けを防ぐためにも非常に有効活用できるインジケーターとなっております、まあ、この廃炉でのエントリーの弱点というもので、まあ、メリットでもある えー、5分間とか15分間とか中には短いもので言えば30秒、1分、3分とかっていうように期間が決まっているわけじゃないですかただその期間が決まっているというポイントであまりにも値段が動かないよっていうポイントもあるわけですそそ、えー、それこそがそのの値負けというもので 負けてしまう原因としてはやっぱりその値が動かないタイミングであったりそれはまあ通過ペアだったり時間帯によって制御を加えることもできるんですけれどえ今回はそのボリューム系インジケーターを使ってえそういった同値負けを回避しましょうというようなえアドバイス動画となっておりますではまずボリューム系インジの基本ボリュームズというものと出来高というものがあるんですけれどえそちらについてねまずはえ軽く解説をしていきたいと思います まず、こちらの写真を見ていただければわかるかなと思うんですが、上に書かれているチャートのメインチャートに表示されているものが出来高というもので、下にあるものがボリューム図というものです。で、まあ、ボリューム図をね、よく見ると赤とか緑で表示されていて、出来高の方は緑一色になってますよね。まあ、これがどういうものかで表されているかなというと、緑っていうのは一つ前のローソク足よりも えー、ボリュームが高くなった時は緑色で表示、えー、逆に低くなってしまった取引量が落ちてしまったとっいう場合は赤色で、えー、表示されているようになっておりますで、まあ、出来高はそれが、ね、一発で見えるようにはなっていますが、えー、色分けの表示などはないというものです、まあ、実際のチャートで見てみましょうはいそれではこちら実際のチャートの方を表示したんですけれども まあ少し拡大をしますが、えー、比較的に似ていることがわかるかなと思います、まあ、この辺は、えー、少なくって、えー、急激にここで上昇していますよねと、えー、いうのが、えー、価格の、えー、上がり下がりとかではなく陰ンなんですがただ単純に取引量が上がっているというポイントで、えー、大きくなっているわけですでは例えばこの出来高というものを消してみましょう、えー、このボリューム図も最小限にします まあ例えばね、比較的このローソク足が大きくなったタイミング、ここまではもみ合いでそれをブレイクしたタイミングというのは、出来高とかボリュームズというのはどうなっているでしょうか。はい。えー、このように、比較的ね、このもみ合いを抜けた瞬間とかっていうのは、やっぱり取引量が多かったんだなということが比較的わかるかなと思います。ただこれを目視だけで、やっぱりボリュームズなしでやってしまったりとか、 出来高表示なしでやってしまうとどこが取引量が多くてどこが少ないのかというのが、えー、まだ初心者の方とかであればチャートに慣れていない方であれば判断というのは非常に難しいと思うんですね、えー、そこでこういったまあボリューム系のインジケーターというものを使って、えー、どこのポイントで取引量が増えているのか減っているのかというのを判断する指標として使えるというものになりますまた今回の動画で伝えたいのはこのまあボリューム系インジケーターの紹介なんですが えー、ボリューム系インディケーターといっても、えー、この辺にありますがマネーフローインデックスだったりとか今回表示しているのが一番ポピュラーでもあるボリュームズというものなんですが、えー、今回紹介したいのがこのボマネーフローインデックスというやつですね、はい、ではまずこのマネーフローインデックスの使い方について解説をしていきましょうはい、えー、こちらがねマネーフローインデックスというものでございます、えー、マネーフローインデックスというのは、えー 市場におけるお金の流れを示す指標これがマネーフローインデックス通称 MFI というふうに言います、えー、為替相場とか為替市場とかにおいては取引回数を主に考慮した取引量というのがボリュームで使われますがこれだけではお金の方向性というものはわからないんですね売買、えー、の行われている量と方向性を組み合わせて市場でお金がどのように動いているのかを測る指標としたのがこの MFI というものです MFI には4つの指標が組み込まれていてまあ、その辺りは若干ややこしい話にはなるんですけれどまあ、前足と比べて上昇したかそれとも下降したかというものを判断しています、えー、先ほどのボリューム図の解説の方でもありましたが赤と緑で前足よりも取引量が増えたのか減ったのかによって色分けがされてましたよねまあ、簡単に言えばそういった指標がこの MFI1 つ見れば入っているというようなものでございます でまあ、この MFI なんですけど見た目としてはその非常に RSI みたいな風に似ていて、まあ、100%に近いほど買われすぎそして 30%0% とかに近いほど売られすぎというような指標となっております、えー、では早速チャートの方でこの MFI を表示してどのように使っていくのかトレードに役立てていくのかについて解説をしていきたいと思います、はい、ではこちらが MFI を表示したチャートとなっております まあ見た目としては非常に、えー、RSI と似たような感じだなという人が多いとは思うんですけれど例えばまあこの MFI の数値が80あたりにある数値でいうとこのロウソク足は実は変わりすぎでしたよということがわかるわけですねでその後次足では、えー、やっぱりね鋭角に沿って落ち込んでいます えー、例えばこの辺りも80のラインに、えー、ぶつかっているポイントでは次の足では、えー、しっかりとロウソク足が、えー、陰性になっていました、まあ、他にもだいその制御としてはまあ期間を14というふうにはしてるんですけれど、えー、比較的ですねあーこのロウソク足に関しては負けてしまっていますが、えー、かなり精度としては高いんじゃないかなというふうにも思います、まあ、このやり方というのが非常にポピュラーな MFI の使い方となります ではここからは私オリジナルのやり方というか皆さんにこういうふうに使ってほしいなというようなやり方の紹介となるんですがえ私が以前にえこちらシリウスファクター無料プレゼントというような動画でお渡ししたこのシリウスファクターというものを使ってえトレードをしていただくというのが非常にお勧めとなりますではこのシリウスファクターとの組み合わせ方法について実際のチャートを用いて解説をしていきます はい、えー、こちらがですねシリウスそれからシリウスファクターそして今回動画でご紹介した MFI を表示したチャートとなっております、えー、チャートの方を、ね、ズームアウトした状態とはなってるんですが、えーまあ、見やすいようにズームインをしてしまうと、えー、この辺りがそのシリウスのサインが出ているポイント なんですねえー、シリウスのポイントが出ているサインなんですけど MFI の数値としては、えー、真ん中あたりにあるつまり、えー、売られすぎでも買われすぎでもない微妙なラインということがわかるかなと思いますでまたこのシリウスファクターのラインで言えばここから反発が起きやすいよねというようなポイントなので、まあ、エントリーの根拠としてはシリウスそれから、えー、シリウスファクターのサインがありますので、えー、比較的エントリーはしやすいかなというふうに思うんですが えー、MFI を使うとやっぱり中間地点くらいにあってこのあとどっちに傾くか分かんないよというようなポイントでございますでまたこのポイントはに関しましては、えー、シリウスファクターのサインとしては、えー、かなり下降の局面でこれからまた、えー、上昇に向かいやすいというようなポイントでもありシリウスのサインが触れているポイントでもありますただしこちらに関しましても、えー、若干変わりすぎ状態ではあるけれど えー、7080にも触れてないしというような中途半端な状態となっております、まあ、結果としては、えー、勝つことができていますはい、えー、他のところも見ていきましょう、えー、こちらに関しましては、えー、シリスファクターのサインとしてはこれから加工に向かいやすい、えー、さらにシリスファクター MFI としても70のラインにあるので変わりすぎの状態であるなおかつシリウスのサインも点灯しているそして結果としては勝つことができておりますこちらに関しましてはシリウスのサインは出ていますがシリウスファクターのサインとしては今一とつっていう感じですねどちらに傾くかわかんない状況ただ MFI の数値としては80に限りなく近いです先ほどのポイントよりも 現在のポイントの方が限りなく MFI に近いというようなポイントとなっております。えー、これがまあシリウスファクター、それからシリウス、そして今回紹介したボリューム系、インジン MFI を組み合わせた方法となります。 はい。ということで、えー、シリウス、それからシリウスファクター、今回ご紹介した MFI、えー、ボリューム系インジケーターを使った配、えーハイロの攻略法について解説をしたんですが、えー、まだシリウスファクター受け取っていないという方に関しましては、概要欄の方に動画の方載せておきますので、ぜひともそちらから動画の方を確認していただき、受け取って、えー、実際にトレードに役立てていただきたいなというふうに思います。それでは以上で本日の動画の方終わりたいと思います。 今回の動画いいねと思ったら高評価とチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。